マコナコです。今回はタクティクスオーガリボーン、これがちょっと難しくてクリアできないという人向けに、こうすればクリアまでいけるんじゃないかという話をしていきたいと思います。今回の話は第3章の序盤あたりまで、そこまで何度か行ってもらう。その後に関しては、今画面第3章のある程度進んだ場所を映してますが、ここでフランパ大森林というものが出てきます。でここは何回もクリアして一旦また退却する。そうすればまた敵と挑むことができる。こういう風に戦っていくことによって、特にここでアイテム手に入れて合成をする、または緑色のカードを集めれば、大量に集めればという条件ではあるものの、なんとかご利用しで後々も勝てるようになるかと思います。なのでここまでなんとか進めるためのコツを今回初心者向けという形で述べていきたいと思います。まず1つ目、このウォーレンレポートを見ると実績が表示されますが、多くの人が気にしてしまうのが、上の方やや真ん中あたり、自軍負傷者数および自軍戦死者数、これをゼロに収めようという人が一定数いるかと思います。ですがここに関してはゼロを目指さないっていうのをまず大前提でやってみてください。それを目指そうとして苦労して、そして難しい難しいと言ってしまっている人も一定数いると思います。ここは別に特に負傷者数に関してはある程度出てしまっても問題ありませんので、逆に戦死者数に関しては名前のある有力なキャラクター、それに関しては絶対倒されないように、ゲーム中の特徴の一つチャリオットを使っていろいろ工夫してもらうということをやってみてください。この考え方固執してる人、もしここで固執してるとクリアまでかなり苦労する、そしてストレスが溜まってしまいますので、この点だけはご注意を。まずレベルを上限まで上げましょう。今現在上げられるレベルというのは、右上の方にユニオンレベルと書いてあって、例えば今の状態だとレベル25、そしてこの編成を見るとまだレベル25になってないキャラクターがいる、ならばこれをまずレベル25まで上げていく。普段ですとこういう城とかの場所に演習というものが追加されます、メニューに。これを行うことでアイテムとかは取れないんですが、レベルを上げることができる。ここでレベル上げをやっていく。この時に AI を使って戦えば、もうその後はボケっと見てるか、もしくは別のことやってても構いませんので、ただここではアイテムが出ないので、お金稼ぎとか新しいアイテム、そうしたものは得られないとなりますので、その点ご注意ください。で、ここで、まあ、すでに AI の状態になっているので、一旦アタックターン介入というのをちょっとやりたいと思います。ここで、まあ、どうするかというと、まず、ボタン、これゲームによって変わるんだけれども、何もないところで、プレステのコントローラーだと三角ボタンを押す。それとこういう画面になります。AI 一括設定。これ無効やると全員無効になる。当然有効にすると全員有効になる。だから AI の設定をそもそもやってないと話にならないので、キャラクター選んで、ここ、AI という文字小さく書いてありますが、これ選んで、どういう行動をやってもらうか選びます。で、まあ、アタックやってもいいんですが、この、アタックのもう一個右側縦マークあるもの、これを前線系のキャラクター全部やっといて、他のキャラクターも選択をすることによってこういうふうに設定できますので、こういうふうに設定をやっていく。で逆に魔導士系は後ろから攻撃してもらいたいので、こちら側右から2つ目、これ弓と杖のマーク書いてあるのでなんとなくわかるかと思います。逆に回復系はこの一番右側、回復のマークがついている。まあ、強引に戦うんであればこの左側から2番目やっても良いんですけれども、これやらずに安全策考えるんであればこの真ん中を選んでいきましょう。前線系に関しては。で、これで全部設定終わったら AI 一括。ここで有効を選ぶ。今アタックターン介入という状態になっているので、これを解いてもらって、ここで右側、あとはもう自動で動いて勝手にレベルが上がります。この杖のマーク今見てますが、紺のレベル、これが22になってます。これも先ほど見ていただいたユニオンレベル上限、そこまで上がりますので、もしこのスキルも上がってないようであれば、スキルのレベルも25、まあ、上限まで上げていくということもやっておいた方が良いでしょう。これは合わせてこの演習で
自動的に上がるのを待つということが良いかと思います。すべてのレベル、スキルが上がりきってからクリアできないようなマップは挑んでいきましょう。続いて武器防具、そしてアイテムを揃えましょう。色とか街に行くとショップというものが追加されてます。ここでもし新しい武器防具出たんであればそれを買って装備するというのは当然なのですが、その時パッと見るときに、例えば今購入、この左側近接遠隔とかいろいろ選べますが、ここでこの右とか左とか上の方にあるボタン、それを押すことによって武器ごとに選べるようになります。で、右側いろいろ書いてあるところの右側、ストックとか EQP って書いてありますが、この EQP を見て誰が装備してるかという意味合いになりますが、例えばこれ斧、今バルダーアックスというのを誰かが装備しているならば、この上位のものを買おうということになります。だがこれバルダーアックスは両手持ちの武器、一方もう一個下は片手持ちの武器なので、実際アタック能力、攻撃能力でどれぐらい高いかとか右側の値見て買うか買わないか決める必要があります。他にも様々なステータスありますが、あまり細かく見るとわからない人は面倒くさくなってしまいますので、より上位の高いものを買っていく。ただし両手持ちか片手持ちかを確認する。そしてその武器を誰が装備しているかというのを、この EQP という値で1がある、2があるとか数字があるんであれば、あ、これ誰か装備してるなと、じゃあこの系統の武器上位を買おうというような考えでいいかと思います。ここで例えばプレステのコントローラーだと四角をしながら十字キーの右とかを押すと右側にいろいろまた変わって表示が出ますので、で最終的には誰が装備してるかもここで確認できますが、めんどくさいというのもありますので、そこまで細かくやらずにこの EQP の数字だけ見て武器のアッパーバージョン、上位バージョンを買っていくということをすると良いかと思います。他にも防具とかも同じようにより上位のもの、例えばスパイクシールド今誰か1人装備している、もしかしたら次もし新しいのが来たらその上位を買っていくとかいうことが可能になるかと思います。さて今のは購入に関してですが、次合成アイテム、合成というものがあるタイミングで追加されます。これをする前にはまず購入で一番下道具、そしてこの下の方にいろいろと技法書というものが、もしくは調合書とか様々な名前ありますが、錬成書とかここら辺まで、近接武器錬成書からその下、これを一つずつ買っていって、そして合成ということをすることになります。これで合成可能になりますの でその時に今持ってる武器プラス何かしらの素材、それを用意できるんであればね、より上位のプラス1とか書いてあるものが手に入ることになります。プラス1になった方が圧倒的に強くなりますので、合成できるんであれば装備しているキャラクターできるだけ見つけて合成をしていく。でこの時にもうこの先ほどのストックとか EQP 装備してる人、今このカットラスプラス1が1名いる。だがこれはもうすでに合成し終わった後の値ですので、そうでなくこの右側の方、いろいろ必要な素材書いてありますが、ちょっともう今現在全部やった後なので表示があるかどうか分かりませんが、例えばバルダーアックス、このプラス1、物は用意ない、今全く作られてない。だから右側見てもらって、バルダーアックスプラスがついてないやつ、それが誰か1人装備してるような状態、ちょっと緑色の背景に人のなんかアイコンみたいなものが小さく見えるかと思いますが、両手持ちの両手のマークの上に、あれが誰かしら装備しているということになります。ここで例えばクリックする。すると通常合成か装備中の武具で合成。大抵はこの装備中の武具で合成選んでもらって、この人が装備している。じゃあこの人が装備しているものを使って合成する。するともうこの人にその後勝手に装備されますので、で足りない素材に関しては、もしお店に売ってるようであればお金で買って合成勝手にやってくれますので、いいのかな、これで1320お金必要ですけれども作ることができる。でこれでバルダックスプラス1が購入できてます。そしてこれはオーウェルという人が、先ほどプラスがついてないものを装備していた人が勝手に装備しているような状態になります。なのでこの合成に関しては右側のところを見て緑色の顔アイコンあるかどうか、それを確認して合成するかどうかを決めていきます。
当然大元の武器がなければアップグレードできませんので、その点は注意が必要。また例えばスコーピオンプラス1を装備している、次にトライデントというものを武装手に入れたのであれば、当然誰も装備してませんので、どちらか上位のものがここ EQP 誰も装備してないもので、もしこれの武器が右側ストックがあるようであれば、それを合成する、通常合成して誰かに装備させるということもやっておきましょう。まあ、このあたりの確認ちょっと細かいですけれども、これで全員分ちゃんとアップグレードをしていく。お金が足りなくなったら売却で使ってないものを売っていく、大量に余ってるものを売っていくとか、でこの時にこれ売りますと、ここでまあ下の方書いてありますが、プレステのコントローラーと四角ボタンを押しながら上下、これで最大数最小数というような数字の設定もできますので、ちょっと一つの手間ありますけれどもね、ボタンを押すというね、押しながら上下で十字キーの最大数一気に売ることも可能。まあ、それ以外だと左の方に合わせて十字キー左をやって上を押すとマックスになりますが、まあ、四角押しながら上下やるか、それともそうじゃないかはお好みで、これでお金を稼ぎます。ただ最初の方に説明した第3章の大森林、あそこまで行かないと多分ですが、お金得る手段というのが通常の戦闘時で敵を倒してアイテムを得るぐらいしかないはずなので、なので第3章まではちゃんと敵を倒してアイテムを少しでも多くね手に入れるような戦い方をする必要もあります。いずれにしろ第3章まではなんとか頑張ってみてください。そして第3章になったら合成で、例えば防具、ここら辺のアイテム右側で、例えば白から無色の宝石みたいなものが書いてありますが、こうしたアイテムはその大森林とかで得られるそうなので、こういう上位のものを作る際にその大森林での戦いが重要となる。なので大森林まで行けばよりこうしたさまざまな特徴のある武装も作れ、より強い状態になるので、なので第3章までは頑張りましょうとなります。これらが作れれば、そして緑色のカードを集めればクリアまで持っていけるかと思います。さて編成画面でキャラクター選ぶと様々な設定が可能になるかと思います。この左側に関してはプレステだと三角ボタン押すことによって、このおすすめ装備でも自動編成できますので、まあ、それやるだけでも十分変わるかと思います。多分おすすめ編成だとこの一番下のものは装備されないので、ここだけは自らで何かしら装備をつける。そしてこの時にここを持ってる武器によって、右側このスキルのところで同じような武器の種類をちゃんと選ぶ。間違ってるとスキルが上がらないだけでなく、スキルのプラス効果も得られない、そして技も使えないとなります。例えばこれ斧を持たないでいると、今下の方に技があったんですが、斧の技が消えてしまうということもありますので、また斧と似たようなもので土というものがありますが、間違ってこっち側装備してしまったとか、逆に武器の方を間違って土の方を装備やってるとか、そういうこともありえますので、一応ここの武器は確認しましょう。武器だけでいいので、で大抵は多くのキャラクターは1つしか武器持たないので、カノフスだけ、まあ、最初から2つの武器、弓と斧持ってますが、他のキャラクターに関しては大抵1つなので、このスキルは1つは武器に当てるとなります。この他いろいろとキャラクターの特性に合わせて何か選べますので、それはまあできるだけ自分で考えて選んでいく。この瞑想 MP 回復効果があるので、ここら辺魔法を使うキャラクターであるならばここを選んでいくであったりとか、まあ、他にもいろいろとやっぱり特性あるんで状況に応じてとなります。まあ、HP アップとか無難だけれども有効なものかと思います。大抵は技を覚えるとかそういう感じになるんですが、まあ、それ以外にも魔法系、瞑想は先ほど言った HP 回復効果発動する可能性あるので有効なのと、あとはこの今選んでいるもの、これは HP の回復効果が2倍になるという効果もありますので、こうしたものを選んでいけばより回復量が上がって戦いやすくなる。他はもう全部状況に応じてとなりますので、そこら辺は好みで選んでいきましょう。いずれにしろこのスキルをつけ忘れるということはないように、そこだけは注意が必要です。また同じく一つ上、スペル、これ魔法ですが、魔法もちゃんとつけるようにしましょう。でこのあたりの魔法、上の方に書いてありますが、投射型か放射型というものがあって、投射型は一直線に飛んでいく、
放射型に関しては上から振り下ろす、なので目の前に味方がいてその味方に当たってしまうとかが嫌であれば放射型を選ぶ。だが基本は投射型の方が一発のダメージが強いので、うまくキャラクターの位置を変えながら当てていくということをするといい感じに大ダメージを与えることができるかもしれません。このゲーム基本は1体の敵を優先して倒していって敵の数を減らす。そうすることによってどんどんと戦闘が有利になります。なのであまりバランス悪く攻撃するんではなくて、もう倒せそうな敵を一つ見つけて全部で一斉に攻撃する。それをどんどん一個一個繰り返すだけでも戦いはすごくしやすくなるかと思います。ただ例えば弓のキャラクターで敵に1ポイントしかダメージ与えられないとか、そういう状況であるならば別のキャラクターを狙うとか、敵が回復能力あるキャラクターいるんであればいろんな敵をある程度攻撃バラしておいて敵のヒール、それを別のキャラクターに回復するように仕向けるとか、まあ、そうしたことは可能ですが、基本は集中攻撃1体ずつ減らしていくとなります。ボスが強すぎるみたいなことがあるかと思います。そしてボスだけでなく周りも強いという時には、もうボスを集中攻撃してそのマップに関しては終わらせてしまうということを狙ってみましょう。全部の敵を倒そうとすると自らのキャラクターが弱かったり、あまりやり慣れてない方だと無理だったりもしますので、いざとなったらボスに必殺技を大量に当てて、そしてボスだけ倒す。ドラゴンとかコカトリスとかグリフォンとか、ああしたモンスター系はかなり強いので、それは放っといてボスのみを狙ってみるということも検討しましょう。アイテムもできるだけ使っていきましょう。ただアイテムに関しては購入する際にお金がかかりますので、その点は注意が必要。あまりバンバン使っていくと合成するお金がなくなる、装備を買うお金がなくなるという可能性もありますので、使うのは良いんですができるだけ使わずに勝つようなことをしながら、無理であればガンガン使うということを検討しましょう。その際に何がおすすめかというと、編成でこれ買えるまでのもののみ言いますが、当然こうした買えるものに関しては後々いろいろ変わってきますので、より上位のものが後々手に入る、最初の方は入らないかもしれませんが、こうしたこのマキシムヒールというのは全ての HP 回復なので、 HP がどんどん高くなる。例えば1000ぐらいになるんであれば一気に1000回復できるということになります。逆に 75% ヒールだと750回復、通常のキュアリーフとかですと75しか回復しない、150しか回復しない、そういうふうに少ない値になってますので、自分の HP が上がれば上がるほどパーセンテージで回復できるもの、これが有効になります。できるだけこうしたものを装備やっておきましょう。他マジックリーフとかなかなか手に入らないアイテムはできれば使わない方向でクリアを目指して、もし無理ならばやり直した際にこうしたものを装備して、そしてガンガンと最初にも使ってしまって必殺技を敵に当てて、そしてクリアを目指すということも検討しましょう。あとはこの戦闘不能者の復活、これも確実に装備やって、いざという時にね、倒されきらないようにちゃんと復活をするようにしましょう。復活したキャラクターは即座に行動可能になるようなので、そこもうまく活用すると最後のあと少しという時に有効に強いキャラクターを起こしてボスにダメージ与えて勝てるみたいな展開になれるかもしれません。今言ったアイテムは結構値段が高いのでバンバン使うわけにはいかないんですが、ただ使わないっていう手もないので、使う必要がある時は使っていく、そこはちゃんと選びながら戦っていきましょう。マップ中に落ちているカード様々出ますが、あのカードもできるだけ取るようにしましょう。特に攻撃力アップ、直接攻撃は物理系攻撃をするキャラクター、魔法攻撃力アップは魔法系のキャラクターに取らせる。そしてスキルとか様々また別途カードありますので、もしスキルが強いユニットがいるんであればそれを積極的に取っていく。特に回復系の魔法使いに関してはスキルによって回復量が2倍になるとか、そうしたものもありますので、そうしたキャラクターにスキル系のカードを取らせるのはおすすめかと思います。他 MP 回復アップ、これは全てのキャラクターが例えば必殺技であっても MP を使いますので、そういうキャラクターガンガンと敵を倒していくキャラクターも MP 回復を取っても良いかもしれません。カードは4枚までしか取れず、4枚以降5枚目取ったら一番最初に取ったものが押し出されますので、その点も注意が必要です。一つのキャラクターに取らせすぎないように。特に攻撃力アップと魔法攻撃力アップ、この2つに関しては敵に取られると
敵の攻撃が強くなりすぎるので、できるだけこちら側で回収するように。ただ無理に取りに行くことによって変にその取りに行ったキャラクターが倒されるとか、別のところの戦いが不利になるとか、そういう可能性もありますので、そのあたりはやはり考えながらやっていく必要があります。ゲーム中には時間を何ターンか戻して再度キャラクターを動かすということが可能になってます。この仕組みもできるだけ使うようにしましょう。特に大きなミスをした場合、味方が倒されたみたいな場合は、一旦巻き戻って何かしら良い方法が別途ないかということを考える必要があります。多分ですが、この手のゲームですと、やり直せば、例えばクリティカル食らったんだけれども、クリティカルが食らわなくなるみたいなことは多分ないと思いますので、また敵の行動が変わるということもそうそうないので、そこら辺での戻っても意味はないんですけれども、大きなミス、例えば敵一発で倒せるときに間違った武器、もしくは必殺技を選んでしまったとか、もしくはスキルを使い忘れたとか、そういうことがあるんだれば、できるだけ戻ってあえてもう一回スキルや武器技選び直して戦っていくといいかと思います。これも使わないというような考えでやる人いるかと思いますが、ガンガン使ってしまって構いませんので、特にデメリットはないはずですので、もしクリア目指すだけであるならば、どんどんと使ってストーリーを堪能していきましょう。ここでゲームの設定でおすすめを紹介しておこうかと思います。まずオプション、これ見え方はもしかしたら機種によって異なるかもしれませんので、その点ご了承ください。まずボイス再生オフできますので、音声聞くとなんか長いなと思う場合はオフで遊んでみるのもいいかもしれません。続いてプレイ設定の方、これメッセージ速度をまあお好きに、そしてバトルメッセージを自動化であったりとか、イベントメッセージを自動化やっとけば、より何も操作せずに勝手に会話とかやってくれますので、その点は楽かと思います。他、オートスキルの発動、これ演出簡易にした方が時間短縮できますので、その点はおすすめです。そして戦闘画面に入った際にも別途設定があります。この状態で、まあ、何もないところでボタンを押す、プレステだと三角ボタン、これを押すことによって様々な設定が可能です。特にこの現 HP 簡易表示、これをオフの状態だと何も表示されないので、オンにする、これで敵味方 HP がこの画面上で分かるようになります。もう一個、このエレメントというのは属性、このキャラクターの属性を表示、色で表してますが、あまりここまで細かくやらなくてもクリアできるかと思いますので、基本はこのオンの設定のままでいいと思います。他、現プレイ速度、これは速いを設定する、まあ、大体2倍速あたりで動いてくれる、まあ、このあたりは設定やっときましょう。で、今右上の方にぐるぐる回ってるアイコンありますが、これが速度早めてる状態、一応コントローラーの左側のスティックを押し込むことによってつけたり消したりも可能になります。また右側のスティック押し込むことによって、さっきの HP 表示とかエレメントの色に表示なるとか、そうしたものも設定できますので、ここら辺も確認しておきましょう。まあ、分からなければこの画面を開いて設定を行う、三角ボタンで開くことが可能です。以上になります。今回は基本的なことしか述べてませんが、ここら辺を把握するかしないかだけでも難易度変わってくるかと思います。ある程度この手のゲーム遊んでる方であれば、ここまで分かってればまず問題なく第3章の途中まではいけると思いますので、その後は大森林で稼いでさらに遊んでみてください。もしやり慣れていない方でも、一個一個丁寧にゲーム内容を把握していくことによって内容の理解が進むかと思いますので、ゲーム中ウォーレンレポートのところに、このプレイガイド基本編補足編ありますので、このあたりある程度遊んだ後にね、内容把握またやってみて、あ、こういうものあったんだなということを理解してまた遊ぶで、またよく分かんなくなったらもう一回見てみるというような感じで進めていくと良いかと思います。ストーリー魅力的なゲームですので、ぜひ最後までなんとかクリア目指して遊んでみてください。ではでは。